大きいって。これなん、ここに、ここにナメクジ行くんですか？なんかまあ多分寄ってくるんじゃないですか、ね、で、しおれるんですか？多分寄ってくるんですかね。真ん中に置いてくれって言われたの。柱の真ん中。ここ真ん中。あ、柱ごとにこれでいいのかな。マリオカートに出てきた。何でしたっけ。よいしょ。具体的に言った方が綺麗な。おなんか普通に使ってますけど、これ使っていいのかなって思うんですよね。よし、はい、お疲れ様でございました。本日の作業なんですけれども、コトカ奥の香りの、まあコトカは中央の左端以外は収穫で、だいたい15、6杯は収穫させていただきまして、香りのですね、香りのは中央の 2頭収穫させていただきました。でそこからゴミ、この葉っぱのゴミの廃棄と、またでここからこの床のへこんでる修復作業ですね。
させていただきました。あとナメクジの殺虫剤の散布っていうのもちょっとやらせていただきまして、これ量合ってるんかわからないんですけど、だいたい一旦で2本はなくなるぐらいでしたね。1本1000円なんで、そこもちょっと出費がかかりそうですね。そんなナメクジ見てないんですけどね。まあ、今日はそんな感じでございました。また明日も作業させていただきます。少しでもイチゴの勉強、また新規収納でイチゴ考えられている方、まあ、農業の興味ある方、リフレッシュしていただける方にとっていい動画にしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。では本日はこのような感じで、また次回お会いしましょう。さよなら。